皆様おはようございます。9月の24日午前7時16分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日花金の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、私の地域ではちょっとね、最近ね、夜肌寒くね、なってきました。朝もちょっとね、すぐ、ま、気候が、今すぐというか変わってきているような状況になっておりますけれども、私もね、まだ毛布は出していなかったんでございますよ。ですからもうね、朝とかね、ほんと身の虫状態で、カタ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 ね、震えながら寝ておりました。で、今日は、早く起きました。5時何分ぐらいだったかな ?5 時半ぐらいにね、目が覚めて、昨日それこそ、あちらですよ、私のメンタルマネージャーと私の家族でね、出かけていたんでございますけれども、昨日が昨日でね、それこそ朝早くて、ちょっとこう、日中ね、ガチャ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 動いておったので、かなり疲れてね、昨日は結構爆睡しましたよ。何時ぐらいだったかな ?11 時ぐらいに、もう睡眠に入ってね、起きたのが5時半ということで、もうね、もう一生分寝ちまったんじゃないか、お前ぐらいの勢いでね、爆睡をかましてしまいました。よろしくお願いします。ですから、かなりビットマン TV ね、今日の花金元気ピンピンということで、皆様本当にうざいぐらいね、朝からこいつガチ元気やなーと思った方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。で、今日は、今日はというか、今日がね、終われば明日は、明日はとうとうね、待ちに待った、BBQ でございますので、こちらをね、楽しんでいこうかなと思っております。はい。今日はね、晴れているんですけど、明日の様子がどうなるのか、まだ天気予報を見てないんでね、ちょっと台風が、九州南部近づいているということで、ちょっと天気のね、崩れには要注意をしておきたいところでございますけれども、もう、私のお家のね、明日の BBQ は、天候がどうなろうとも止めることはもうできませんので、本当に、皆様申し訳ないんでございますけれども、やらさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、前も申し上げました通りね、写真をパチリと撮って、皆様に、炭の上のタコをね、ぜひとも見ていただきたいと、そしてジンギスカンを見ていただきたいと、詰まるところ、私のお家の BBQ の様子を見ていただきたいということでね、よろしくお願いいたします。それでは本日の花金の第1部の配信、ぜひとも楽しんで、ご視聴なさってみてください。私も元気ピンピンで喋っていきたいと思います。リッカー、お願いいたします。はい、行きます。行っちゃいます。にしてもね、まだお前続くんかいと。にしてもね、最近ほんと寒いですよね。もう9月、今日が24日。ですから、もうすぐもう年も終わっちゃいますよ。心ガチで。あと3ヶ月後にはクリスマスイブがね、来まして。で、その1週間後にはもう年が終わってしまうということで、どうでした皆様。もう年が終わるというか、危ない。今、椅子に座っていて、後ろに倒れるところでした。はい。年が終わるというかね、もう、第3クォーターも、あと、今日を含めまして24、25、26、27、29、30。あと1週間でね、第3クォーターも終わってしまいますけれども、10月からね、重要な、仮想通貨業界にとってはかなり重要なね、第4クォーターが、今月は、ここら辺ぐらいで押さえておいていいんですよ。ここら辺、あまり無理してあげるなと。逆に。わかりますよね。だってほら、毎年、9月って、8年間ね、今まで計算した結果、2回しか上昇で終わってないんですよ。要するに、プラスで終わってないんですよ。月単位で言うとね。ですから、今月はね、そういった今までの流れ的に言っても、マイナスで終わる月に、基本的にはなっていくのかなっていう要素が多いので、そこまで無理してね、無理してあげなくても、とにかく10月からね、ぐんぐんぐんとね、上昇に向かっていってほしいところでございます。そして、昨日のニュースでも取り上げたんでございますけれども、テーパリングに関する話がね、やっぱり11月に開始という形になるんですか?で、22年の半ば完了という形でいいんですかね。で、そこから利上げという形に向かっていくのかなって。だから、もしかしたら、11月から、このテーパリングがね、開始されるのか、もしくは11月になって、いつからはっきり、開始をしますよというアナウンスが流れるのか、ちょっとここがね、まだ確認が取れておる、いないんでございますけれども、どのみち11月あたりには、もう一発、そのテーパリング関係の話がね、またこう、舞い込んでくるんだろうということで、やっぱりこう、金額のね、変動には、やっぱり注意しておかないといけないところでございます。ですけれども、先ほども言いましたようにね、もうすぐ今年も終わってどうですか、皆様。特にね、今年から、仮想通貨業界にね、入られた方であれば、もうものすごいね、荒波を本当に年明けから経験して、もうおそらく、どうでしょう、時間のね、過ぎる体感速度で言ったら、もうものすごく早かったんじゃないかなとね、もう気づいたらもう9月やんと。で、もうあと3ヶ月後にクリスマスやん、で、そこから1週間後にもう年明けるやんという形で、もう2021年終わってしまいますよね。今年はね、もうね、オリンピックとかも、無事ね、開催したという形でいいんでございましょうか。
まあ、私の希望だったらね、まあ、無理だったかもしれませんけれども、次のオリンピックね、どうでしょうか、まあ、2028年、ここら辺にね、こう、ちょっとしてほしかったな、っていう、こう、希望もあったんでございますけれども、まあ、それはスケジュールもありますしね、もともと2020年開催だったので、8年間過ぎるとね、もう、無理でしょ。もう無理でしょ、というか何が無理かって、もう、だってほら、2020年に、いわゆる大会ね、オリンピックに出るよと言っていた選手たちも、もうさすがに、うん、ピークアウトね、してしまうんじゃないかなと思いますので、なかなかもうね、まあ選手にとってはものすごく、まあ選手にとってはね、今年あったのが、うん、逆には良かったのかなというね、やっぱりだって、そこに向けて、うん、一生懸命本当にそれこそ、人生を捧げてね、うん、もう、私どもが、努力という、こう、簡単に言葉で言ってますけど、おそらくですけど、それを凌駕するものをね、彼らは、うん、毎日のルーティンの中でやっていると思うんですよ。で、それでやっと掴んだオリンピック、それが8年延期になるってなったらね、やっぱりさすがにね、ちょっとかわいそうな面もあるでしょうけれどもね、やっぱりそういった方々にとっては、やっぱり今年ね、あってよかったんじゃないかなと、そういった意味でですよ、うん、思いますしね。まあ、とにかく、うん、まあ、大きなね、何か、まあ、特に、まあ、コロナがね、確かにほら、日本全体の中で今、ガーッとまたこうね、流行してきておりますけれども、やっぱりオリンピックがね、原因なのか、んちゃーかんちゃーとこう、まあ、言われてる側面もあるでしょ。ですけども、終わったこと言ったってもうどうしようもないんでね、こっからまた、まあ、いや、日本だけしわ寄せ来とるやんと、日本だけしわ寄せが来とるやんってやっぱり思っている方もね、多分だいぶいるとは思うんでございますけれども、まあ、ちょっとこう、まあ、言い方を荒くするとね、こう、もうどうしようもない側面。だってもう、終わっちゃったものはどうしようもないので、やっぱりここからね、確かに、日本だけ幸せが来ているっていう側面もあるんですけどね。やっぱりここから、うん、またこう、冬にかけてですよ。うん、気を引き締めてね。やっぱりコロナってどうなんですか？やっぱり皆さんマスクしているから、去年とかもそうだったんでしょ？インフルエンザが逆にめちゃくちゃ減ったっていう形になってましたからね。今年ももしかしたら、というか、そういった流れに、うん、なっていく。行くんじゃね、ないのかなという感じがいたしますけれども、だってこれで、コロナとね、あとね、インフルエンザが同時流行なんてしたらね、もうわけが、わからないような状況になってしまいますしね。だって、併用して同じ状態でかかったりすることもあるんですかね。だから、コロナと、だから、あと、インフルエンザが同時発症みたいな、そんなミラクルなことってあるんですか？そうなったら体の、にね、かかる負担ってものすごく大きくなるでしょうしね。うん、だから、まあちょっと、そこら辺に関しましてもね、やっぱりちょっと不安な部分があるんでございますけれども、まあマスクをね、結構もうずっと皆さんしておりますから、風邪とか逆にインフルエンザ系は減ってね、コロナ、うん、ここがどういった形で、まあ感染力がかなり強いですからね。だから、ここがやっぱりちょっと厄介なところで、まあどういった形で今年の冬をまた迎えていくのか、まあコロナがね、まあ、言っちゃった始まって、まあ、あまりこう言いたくはないんですけど、始まってね、どうでしょうか。もう1年半を、うん、過ぎた、ところでございましょうか。もう1年半過ぎてしまったと、うん、いう形。ですけれども、どうですかね。あと1、2年ぐらいはかかってくる可能性がありますけれどもね。やっぱりこう、まあ、私どももそうですけれども、飲食店関係の方が特にね、あとは飲食店関係ではなくても、やっぱり事業をね、されている方、ものすごくね、やっぱり、口では表せないぐらいの、やっぱり苦労をね、していると思いますので、とにかく、いいですか、これ私何遍も言っているんですけども、このコロナというところがね、まあ言っちゃうと晴れ渡ってきたら、必ずね、今苦労されている方々の、まあお店であるとか、事業であるとか、そういったところには、おそらくですけど、かなり大きいビッグウェーブが来るような気がするんですよ。これ何遍も言って申し訳ないんですけど、特に飲食店関係ですよね。だって、昨日もね、ほんとね、びっくりしましたよ。うん。何がびっくりしたかって、昨日というか、まあ、一昨日もその前もなんですけど、やっぱりほら、緊急事態宣言がね、まあ、こう、延長、みたいな形になったんでしょうか。だから、私の住んでる地域も、やっぱりこう、かなりね、うん。まあ、縛りがきつくて、飲食店関係もね、もう8時には閉まってるんですよ。で、テイクアウト関係は OK なのかな？うん、テイクアウト関係は OK ですけど、やっぱりこう、ね、それこそイオンとかも、うん。もともとはほら、9時、10時ぐらいまでやってたでしょ？それがもう8時閉店になって、もう、外にね、食べに行くにも、もう、店自体が閉まってるんで、もう何もできないっていう形。で、8時って、まあ、昨日も言ってたんですよ。やっぱりほら、昨日は昨日で、ちょっとね。収録が終わった後に出て、家族でまたこう、ちょっと、外に用事があったんで出て、それついでにね、外でご飯を食べるか、という形で言っておったんですけど、もう、家、何も食べるところがなくて、8時過ぎたらね、外で外食できないので、昨日はそれこそ、モスバーガーをね、まあ、夜のハンバーガーいいんじゃねえか、たまには、ということで、モスバーガーを買って、家で、みんなで食べましたけれども、やっぱり、そういったところを見るとね、やっぱりこう、そこら辺が改善、まあ、改善というかね、やっぱり、収まってくれば、徐々に飲食店もね、元の様相に戻ってきて、うん、もう
本当に待ち焦がれてますよ、私自身も。うん、やっぱりそういった流れになってくると、やっぱり私の大好きなね、旅行関係にも、やっぱり行けるでしょうし、このね、配信を聞かれている方であっても当然ごめんなさいね。画面がもうツイッターのこの部分で固定化されてるんですけど、ごめんなさい。やっぱり私とね、同じように旅行が、海外旅行にね、行きたいなと思っている方も、おそらくいると思うんですよ。うん。ですからね、まあほら、特に今年は仮想通貨業界にとってはね、かなりのビッグウェーブの年になっていますので、今年から入りたての方でね、意外とというか稼げている方が多いんじゃないかなと思いますので、まあ5年10年見ていたらもっと資産はね、おそらく増えているでしょう。うん、ですけれども、例えばコロナでね、が晴れ渡った時に、まあある程度収束してきた時にね、先ほども言いましたけれども、飲食店関係が元の様相に戻ってくる、あとは海外旅行にも今まで通り普段通り行けるような日常がね、当然戻ってきますよ。これが何十年も続くわけないんですから。うん、戻ってきますよ。そうなった時にね、やっぱりこうちょっとこう今稼げてる部分をちょっとこうね、利確なんかしていただいてですよ。うん、例えばこう飲食店の方にね、食べに行くとか、まあほら、皆さんが今まで食べに行っていたところ、結構こうね、行けずじまいになっている感じにもなっているかなと思いますので、そういったところにね、行ってみたりとか、あとは私がほら、飲食店関係、また紹介をね、していきますから、そういったところ、うん、その地域にお住まいの方であればね、そういったところにちょっとこう行っていただくとか、言うなりしていただければね、嬉しいでございますし、あとはやっぱり何と言ってもね、わかりますよね、皆さん、これ前から言ってますよね。男性の方であれば、父ちゃん稼いだぞと、ね、仮想通貨業界の荒波で揉まれて、父ちゃんなんとか生き残ってるぞと、しかもプラス今終わってないぞと、お前たちと座ってみろとね、父ちゃんがこれを今から理学する見ときなさいとね、儀式です、皆様パソコンの前に集まりましょうみたいな形でね、集合させていただいて、奥様とお子様でございますよ。 OK ですか？それを理学してですよね、わかりますよね。その足でね、海外旅行のサイトにブリッと入っていただいて、ここを予約してね、ちょっと海外旅行に行くとか、そういった楽しみにね、やっぱりこうストレス皆さん溜まってると思うので、やっぱそういったところでね、こう発散していただいて、また例えば、車の頭金にこうしていただけでもよしでございますし、それこそ 5年10年見ていただければ、これリアルに言ってますけれども、お家でございます、お家をね、一括で、購入できるような方が当然出てくるとは思っております。車も一括で購入できるような相場になられておりますし、相場として、いわゆる資産もね、増えていっているというような状況がね、私の中ではイメージできておりますので、まあ、このチャンネルをね、聞いていただければ、そのお力添えができるかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしたい次第でございますけれども、やっぱり5年10年というその年単位で見ていただければ、本当にお家とかをね、一括で購入できるような資産を築ける方も出てくるんじゃないかなと思っておりますから、やっぱりそこに対してね、こう期待をしていきたいところですし、そういった時にね、やっぱりこう自分だけのこうね、わかりますよ、こうねもう守るみたいな、鉄壁ガード、資産鉄壁ガードみたいなね、形はわかりますけども、やっぱりある程度ご家族のためにね、使っていただくとかしていただければ、ものすごくご家族の笑顔がもう漏れまくりますから、これはもう私が言うんですから間違いありません。ですから、その時はぜひとも奥様にゴールドお願いしますよ。装飾品店にね、奥様をおもむろに連れて行って、手を引っ張って連れて行って、そしたらね、もうわかりますよね、もう結婚例えば10年15年ってね、重ねていった方であれば、何とか言うと思うんですよ、奥様ね、どうしたの、もう気持ち悪いみたいな感じでね、もしかしたら言うかもしれません。いいじゃないですか、はい、その足で装飾品店に行ってね、金のねブレスレット、金のネックレス、ここをね、とにかく入手するという形で、そういった形で行きましょうよ。そうすれば本当にね、わかります？コロナが終わってみんなが笑顔、そしてその流れの中で皆さんが稼いでるお金をご家族のためにね、ちょっとでも使ってみる。これで家族がまた笑顔。そうしたら絶対に皆さんの投資、いいですね。これはもう私が言うんだから間違いないです。はい。うまくいってる方、これガチで言いますよ。私の周りでもそうですけど、相場とか、そういったものでうまくいってる方って意外と多いです。家族サービス、まあ、お金だけじゃないんですけど、家族をね、こう、大事にするというか、なんか結構こう、もっとさっき言ったみたいに、資産鉄壁ガードみたいな人もいますはいますけど、意外と、こう、大広げに言ってるっていうか、これぐらいよ、みたいな感じでね。で、でも、別に奥様はそこに対して、何か買ってよ、みたいなことは言わない。私の嫁みたいにこっそり使うみたいなことでございましょうか。わかりませんけれども、ですけども、さっき言いましたように、結構こう、なんかね、相場師としてうまくいってる方って、その、家族サービスがうまいというか、やっぱりこう、稼いだお金を家族が楽しめるように使っていく方も多いかなって、私のイメージではありますね。なんか、みんなで幸せになるっていうことが、なんかこう、またね、相場としてよし、また稼いでやろうとか、そういった気持ちにもなりますし、ある程度心のゆとりにもなりますし、だからほら、ある意味こういうことですよ。そういう風にやっていると、こういったところにも繋がってくるかなと。例えば、コソコソってやってると、わかりますよね。ものすごく重要局面で、パソコンの前に張り付いたりしないといけない時ってあるでしょ。そういった時に奥様とか見ると、もういいから、来なさいよ、こっち、みたいな。ご飯みたいなね、形ですけど、そういったところの理解が出てくると、あ、今ものすご
ごく大事なところだから、逆に邪魔しない方がいいっていう感じ。なんか、そっちに回ってくるんですよね。なんか、そういった感じになるので、だからお子さんとかがね、例えばこう近寄ってきた時に、パパ今ものすごい大事なことしてるから、こっち来なさいみたいな感じでね、言ってくれたりとか、うん、そういった風に、こうね、なんかこうなってくるような、徐々に。うん、だから、それはある意味、こう家族に対してね、ある程度こう使っていくところのメリットでもあるのかなって感じ。そうすると、ほら、やっぱりほら、わかりますよね。例えば自分が持ってるポジションと逆方向に走っていった時のストレスって半端ないんですよ。わかりますよね。そういった時に、例えばタイミング悪くいろいろ言われちゃったりしたらね、ものすごくグワーってくると思うんですよ。まあ、これはしょうがないところ。だけど、やっぱりそういった形でね、フォローしてくれると、ある意味落ち着きを取り戻して、いろんなことが物事として、俯瞰的に見ていけるっていう感じになりますから、そういった意味でも、私は、うん、この家族サービスをするっていうことが、遠回り的な感じがしますけれども、結局相場に生きてくるんじゃないかなと思っておりますから、もしね、こう、あ、そういえば家族サービスってしてないなと思う方がいるんであればですよ。うん、いるんであれば、ここは一つね、一行しておいてもいいかもしれません。本当に突然のプレゼントするとか、例えばクリスマスがね、もうすぐ来ますから、うん、今までほら、ね、わかりますよ。うん、なんかほら、結婚重ねていくとね、あまり、ほら、奥様とかには、こう、クリスマスプレゼントを買うっていう、そうでしょ？特にお子様とかがいたら、奥様と一緒に、お子様のクリスマスプレゼントを買うっていうのはあると思うんですけど、奥様にクリスマスプレゼントを内緒で買うっていうことが、多分なくなってきてる方も多いんじゃないかなと。でも、結婚をする前のことを考えてみてくださいよ。うん、なんか、付き合ってる時とかね、そういった時って、やっぱり奥様に向けて、こうね、何かこう、買ってあげようかなとか、そういったほら、こう、自分もワクワクするっていうか、お金を使うことがワクワクするっていうか、そういったところもあったじゃないですか。毎日の生活が楽しくて、何買おうかな、何買おうかな、みたいな感じでね、ちょっと探り入れてみるとか、本当に完全にバレずに。まあ、結局、使えってことです。もう結局、ごめんなさい。もうね、話長ったらしくてごめんなさい。はい。まとめます。結局ね、奥様に使ってってこと。そういうこと。それが一番円満ですから。これガチです。これガチですから、うん。クリスマスプレゼント、今年は、せっかくビットマン TV と出会えて、皆さんと出会えてね。そうですよ。うん。相場だけの話じゃなくて、普段の生活の、わかります？普段の生活が、ね、ものすごく順調というか、普段の生活が幸せじゃないと、相場でも幸せになれない。うん。普段の生活を幸せにするために相場にいる。ここはもう相密、もう密密関係な状態ですから、結局の話、普段の生活をやっぱり幸せにするっていう話でいくと、やっぱり家庭円満っていうのが一番ね、幸せになる一番の近道なんじゃないかなと思いますから、結局の話、男性陣に言いたいのは、いいですか？買ってくれってください。奥様のために使ってねということ。はい。お子様のために今年のクリスマスはちょっと奮発してもええんちゃうみたいな。負けててもちょっと下ろしてやってもええんちゃうっていう感じ。私はそっちの派でございます。これ前も言いましたね。私は結構負けてたりね、するときに験担ぎで、私のお家のキング様にね、ちょっとこう、欲しいものねえかみたいな感じで、はい。言います。で、それを察知したら私の嫁はもう分かってるんですよ。負けてんだな、こいつみたいな。負けてんだな、こいつみたいな感じで。じゃあ、金買っとくかみたいな感じでございます。はい。まあ、ですからね、ごめんなさい。話がね、堂々巡りになっているんでございますけれども、うん、とにかく、ね、奥様、もしね、ここ聞かれている、うん、一緒に、いいですか？もう言いますよ。一緒にもしご夫婦で聞かれているんであれば、横にいますよね、男性陣。わかりますよね？これ何回も言ってます。旦那様いますでしょ？横に。いますよね？旦那様、今ドキッとなってます。なってませんよね？いいですか？いいですか？資産を全部見せる必要はないです。ないでございますけれども、いいですか？ね。クリスマスプレゼントです。よろしくお願いします。よろしくね。ビットマン TV よく行ったーとね、思っている女性陣の方いっぱいいると思いますけども、これは約束で、必達でお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですが、その代わり奥様、旦那様には優しくしましょう。お願いいたします。はい。無言で装飾品店に入っていく。この行動はやめた方がいいです。やめた方がいいですから。ごめんなさいね。よろしくお願いしますよ。いいんですよ。ね。奥様ね。わかりますよね。家の中を回しているのは基本奥様でございますよ。わかります？男性陣の方。ですから、ここは奥様が気持ちよー毎日をね過ごしていければ私どもも気持ちよーく毎日をね過ごしていける形になりますから、とにかく何遍も言いますけれども、とにかく買えってことです。はい。何かを買いましょう。クリスマスよろしくお願いいたします。はい。もう何を買えばいいか分かんないんだったら、もう現生です。現生作戦、もうこれで綺麗にしてこいと。これ前も言いましたでしょね。たまにお前エステとか行ったことないんであれば、奥様が例えば美容院とかね、うん、それでもちょっと綺麗にし、いや、今十分綺麗だと思います。綺麗だと思いますけどね、さらに磨きをかけてこいということです。それさらに、それを言うんです。わかりました。大事な事。オッケーですね。っていうか、おもむろに、まあ、いいじゃないですか。10万円ぐらいバッと下ろしてですよ。ね。おもむろにバリッと、ね。渡す。で、いや、どうしたの何気持ち悪いって言われるかもしれない。いいやとね。たまには、まあ、十分綺麗と。今でも綺麗だけど、さらに磨きをかけてこいみたいな感じでね。もう皆まで言わせるな、みたいな感じで、バチンと、現生渡されたら、それはそれで奥様喜びますから。はい。で、そこでやっぱり、必ず言わないといけないのは、いいですか？必ず言わないといけないのは、生活費で使うなって言ってくださいよ。わかりました。これはね、生活費で入れるなと。それは怒ると。ね。生活費じゃねえと。これは自分のために使えという感じでね。使ってくれと。ね。
例えばね、お小遣いとかもし奥様にやっていない方が、うん、もしかしたらいるかもしれませんから、そういった方はね特にねこうやってみたらもう喜ぶなんていうレベルじゃないですよ本当。これはわかります、おそらくね皆さんが普段歩いているでしょう、もう本当にもうわかりますよね、もうわかりますでしょね、もう本当に付き合っている時の初めの状況ですよ、付き合っているの初め、付き合っていた時の初めの状況を思い出して、男性陣の方でしょ、もうね奥様とかもうニャン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 みたいな、もうニャン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 みたいなね、離れないで離れないで、あのそばにいてそばにいてみたいな感じだったでございましょう、腕とか組んできたりしてね、それが多分復活しますから、よろしくお願いします絶対面白いよ、本当に面白いです。ですからいいですか、もうねあの奥様にもう何を買えばいいか分かんないんだったら、もう現生作戦です、現生作戦が一番いい。でその時は必ずね、あの生活、火に入れるんじゃなくて、たまには自分のために使ってみないと、このお金を気持ちよなり合いと、それがね家族円満になるかもしれないし、確かに、こうね生活費入れたくなる方もいるかもしれませんけども、だって今生活きついじゃんとかいうね方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、それはそれと、そこは頑張るとね、頑張るからとね、このお金に関しては自分のために使えという形でやって、もうそこでもうグー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 ブチ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 言うんであれば、もう一緒に行くべき、もう一緒、もう分かったと、もう黙っていいからついてこいみたいな形で、もうそれで行く。でなんでかって言ったら、行ったら女の方、女性の方は気持ちが変わりますから目の前に、はいね、例えば物を目の前にしたら気持ち変わりますから、そこでバチッと行け、バチッと行けばいいんですよ、そこで行けばいいんですよ、 OK でございますか。それが本当に幸せになります、なりますから、もうこの話だけで今日の配信終わってもいいぐらい本当にね、よろしく、とにかくごめんなさい何回も言います、はい、まとめると買えです、よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の重要ニュース行ってみましょう。なげーなお前とね、もう40分ぐらい喋ってんぞと。ですけど、ものすごく年末に向けてものすごく重要なことですから、これはよろしくお願いいたします。はい、ビットマン TV からのお願いということでお願いいたします。これは本当にお願いですよ、よろしくお願いいたします。はい、やっぱりね男性陣はかっこよくないとね、そういった意味合いも含めてですよ。はい、よろしくお願いいたします。はいはいはい、行きましょう行きましょう。このニュースが出てきました皆様、お願いいたします。はい、これは行きますよ、来ました皆様、秋の夜長のトレード大会出てきました。はいお前この前夏の終わりのどうのこうの言ってたよね。そうです、皆様、秋の夜長のトレード祭りでございます。秋祭り、秋祭り開催ということ。それこそいいですか、いいですか、それこそあの今年あったんですかね、なかったですか今年。私福岡に住んでたんですけども、前ねあの福岡で秋、9月の15とか16とか、その付近にね、あのね北条屋っていうめちゃくちゃ面白い祭りがあるんですよ、北条屋っていう祭りがあって、まあインターネットで調べていただければ福岡北条屋みたいな感じで調べていただければ出てくると思いますけども、そういった形でね、秋祭り的なものも地方ではあるじゃないですか。ですからトレード大会もあるんでございます、よろしくお願いいたします。これが、何日か前に出てきたと、出てきたニュースでございまして、上から下行きたいと思います。はい、もう先に言わさせてください、チーム組みます、お願いいたします、お願いいたします、本当にガチでこれ頭下げてます、お願いいたします。はい、お願いします、行きましょう。まずちょっとどういった概要か見ていきましょうか。はい、近日いいですか、デリバティブ取引所ビットゲットの CEO の方がツイッターでこういう風に言ったと。ビットゲットは、はい、すでに今年のね取引ランク戦を準備中だと。初めてでしょ。で今大会の詳細条件は、情報はねまだわからないが、関係者によると今大会の賞金プールは100ビットコインに達して、エントリー期間は、だから出てきたばっかりニュースとしたら、10月中旬をね予定していますよと。 100BTC ってことは、どれぐらいでしょうか、5億円ぐらいということでございましょうかね、賞金プールがね。でエントリーが 10月の中旬だから、それこそ本当に秋の夜長の大人のトレード祭りでございますので、よろしくお願いします。で行きましょう、一応概要をね、関係者によるといいですか、今大会の正式名称はキングスカップグローバル取引ランク戦と、全世界のエリートトレーダーの重要なイベントをね意味しており、ランク戦の団結、公平と競技精神をね象徴したものだというと。で 100BTC に達した賞金プール以外に、ビットゲットは500万枚の BGB、プラットフォームトークン、だからこのビットゲットのトークンね、BGB のボーナスを投入する予定だと。で同時に今大会のテーマに合わせてオリジナル NFT コレクションも用意、でより公平な取引体験を作るために、今大会ではチーム戦と個人戦に分かれている。だからそれこそこの前あったバイビットのね、要素と同じということでございます。で条件にふさわしい方は誰でも会長になることができ、私なります、なりますから、ぜひぜひね、ぜひお願いしたいところでございます。何かチームバディとしてお願いいたします。はい、行きましょう。で、こちら一方
あ、ごめんなさい、慣れることができと。チームが30人以上ならチーム戦に参加できるということでございます。はい、チームが30人、いやー、そういうことですね。はい、だから倍ビットは10人以上でしたもんね。ビットゲットは30人以上いないとチーム作れないよということで、行きましょう行きましょう。で、一方チーム戦に参加したユーザーは個人戦にもエントリーでき、2つのランク戦に参加して賞金もね、ダブルでもらえる。で、チーム戦と個人戦の具体的なルールと賞金分配についてはまだ公開をしていませんということですね。で、それ以外に、500万枚のBGB のボーナスもね、非常に大きいと。関係者によると500万枚。今ね、あのね、BGB が1枚から8円ちょっとなんですよ。ですから8円ちょっとですから、4000万円ぐらい、日本円で言うと。うん。4000万円から5000万円ぐらいの BGB ボーナスも用意しているということで、かなり太っ腹ですよね、ぶっちゃけた話。だって、ビットコインも100BTC でしょ ?5 億円分ということですからね。結構、勢いね、やっぱり乗ってるなって感じですよね、ビットゲットはね。うん。で、行きましょう。関係者によると、ビットゲットが BGB ボーナスを設置した目的は、今大会でね、オフィシャルと積極的に接した取引ユーザーたちに感謝するためだということですね。はいはいはい。おー、なるほどね。今大会で取引ユーザーの方に感謝するため。で、ボーナスはエアドロップ形式で配分。で、各地域でチームビルディングが優秀なリーダーが高比率の BGB と他のサプライズプレゼントをもらえるということでございますね。はいはいはい。で、また早めにね、エントリーしたユーザーたちには、ビットゲット早割キャンペーンも獲得できると。で、まあこれはバイビットと一緒ですよと。で、リーダーや個人選手には体験に対する大きな賞金もね、待っていますよということで、ここはね、私も何遍も言わさせてください。チーム作ります、チームビットマン作りますので、よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。この前の WSOT で分かったのが、やっぱりね、チームメンバー数がやっぱりランキングに大きく関わってきてるなってのは、これやっぱり、やっぱり分かった事実で、もうはっきり分かった事実だったのでね。ですから今回、もしWSOT で参加できなかったやと、まあ、1年にだから2回、ビットゲットとバイビット、このね、2大会が、まあ、あるのかなという感じでございますから、1年に2回ね、まあ、ちょっとこう、お願いをね、していただき、したい次第でございますので、よろしくお願いいたします。しつこくなって申し訳ございません。まだエントリー期間じゃないでございますからね、またちょこちょこ案内をさせていただきます。で、大会のテーマという形でありますけれども、いいですか。まあ、上から下に流していきましょう。で、この大会のテーマ、ここはまあ読んで、おいてください。まあ、一応行きましょうかね。ビットゲットチームは今大会のためにね、ピクセル、人対抗戦地球を守ろうというストーリーを設定していると。で、ストーリー背景はという形でいきましょう。ブロックチェーン技術が高度発達のエーテル文明時代に6光年以外の量子文明はより良い生存環境を求めるため、はい、地球を攻めて資源を奪うと計画で、今ね、量子文明最先端の武器は、実体を迅速にピクセルで、化できると。それに対して人類は、物理学者、カーレーサー、 e スポーツの達人、在京軍人などを代表して反ピクセル人連盟を組んで力を合わせて量子文明に対抗するという形でございます。まあ、こういったねストーリーがあるよと。で、ここビットゲットはこのストーリーを背景にして、シリーズの NFT コレクションをデザインと。で、この NFT グッズは商品としてチーム戦で優秀なプレイをしたリーダーとラッキーユーザーたちにプレゼントするということでございますね。で、まあ最後にビットゲットに関して乗っております。ビットゲットは、まあ、ここは、私が、案件でね、いただいたら、これはもう分かってますよね。前から聞いていただいている方であればね、案件でいただきまして、再生、私のチャンネルの再生リストの、初めての方へというところの中に、一番上に祝いというものがありますから、もうそこで初めて案件をもらったということで嬉しかったんでね、一応こう、作らさせていただきました、動画をね。で、その時にも言ってたんですけど、一応今、の状況、はい、もう一回お伝えしておきましょう。ビットゲットは、今、世界中でね、最も速いスピードで発展しているデリバティブ取引所で、これ、いや、ガチでものすごくね、スピード感早いですよ、このビットゲット。やっぱりね、コピートレードを含めて、結構ね、取扱い通貨数も豊富にあるのでね、特に現物とかも含めまして、やっぱりちょっと人気が出つつあるのかなという感じがいたしております。で、全世界に160万名超えの登録ユーザーを抱えており、1日のね、取引高は56億ドルに達していますよと。で、昨年グローバル化戦略をね、開始して以来、ビットゲットは世界中に迅速に拡張し、現時点では世界トップ6位。私が、あちら案内した時は7位でしたね。今は世界トップ6位のね、デリバティブ取引所となり、同時に世界最大級の暗号資産コピートレードプラットフォーム。そう、ここね、コピートレードがガチやばいんですよ。トレーダーの人数もかなり多いということで、で、一応ね、テレグラムの方で、私、パイナポー TV というものを開かさせていただいているんですけど、そこにね、まあ、いわゆる、補助線みたいな形で、ビットゲットのコピートレードの専門の、オープンチャット作ってます。で、今、200名ぐらいの方が参加していただいております。200名ぐらいの方が。だから、
あの、パイナポー TV というメインの無料のオープンチャットは1500名ぐらいです。1500名ぐらい。今、参加をしていただいている1000人の方がいまして、そこに付随してね、まあ、他にもいろいろありますけれども、また、こう、第2部で言いましょうか。うん。あの、ビットゲットさんのね、コピートレード専用の部屋。この、どのトレーダーがいいとか、そういった情報が、もう、うごめいていますから、もしね、あの、よろしければ、あの、私のね、概要欄、説明欄の方に、ビットゲットさんのね、リンク貼っておきますので、もしよろしければね、はい、あの、アフィリエイトです。よろしくお願いします。はい。あの、登録して、リンクをね、ご活用いただければ、本当に嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。で、そこでね、コピートレードの概要がわかると思いますし、アカウント作っていただけたらね、あとはリンク、あ、違う、ごめんなさいね、動画。私の再生リストの中に入ってますから、それ見ていただければ概要がわかると思います。はい。で、そこからね、テレグラムの、うん、無料のオープンチャットに参加をしていただければ、いいトレーダーの方が見つかるんじゃないかなと思いますので、こういった流れでね、行くのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい。で、だから、世界最大級のね、暗号資産のコピートレードプラットフォームになったと。で、今回の取引ランク戦では、グローバル化に向けた大きな一歩であり、デリバティブ取引所としての影響力を上げることが狙いだと、やっぱり話題になりますからね。で、現在、取引ランク戦の具体的なルールや、賞金プール配分はね、まだ公表していない。だから10月中旬からですから。うん。で、ビットゲット初のね、グローバル化取引ランク戦として、なかなかの高企画のため期待するべきだということです。で、言っときましょう。私ね、案件もらったでしょ。で、あちら、私の方にね、くださったビットゲットの方ね、がいるんでございますけれども、マネージャーの方がいるんですけども、この方が、実はね、この、ニュースが流れるちょっと前に、うん、お話 をもらってました。はい。実はビットゲットで、もう世界規模のね、トレード大会を開催すると、初めてだと。今年、今大会が初めて。で、ものすごく力を入れたいと。とにかく、こちら、うん、ビットゲットさんは、世界トップ、バイナンス超えをこちらもね、やっぱり、バイビットと同様に狙っているということで、ものすごく今年力を入れているということなので、で、賞金に関しても、そういった面に含め、そういったことに関してもね、いろいろやっていきたい。あとね、結構参加していただいたら、まあ、まだはっきりは出てないんですけれども、ちょっといろいろなプレゼントとかもね、もしかしたら出てくるかもしれないということで、言っておったので、うん。だからね、こう、チームをね、なんとか組んで、あ、こう言われたんです。それもちょっと言わ、バイビットで、組んでたじゃないですか、私。そうなんですよ。で、その時にね、109名の方にね、チーム、バディとしてね、一緒に戦っていただいた、まあ、いわゆる戦友ですよね。戦友の方たち集まっていただきまして、で、それをやっぱりね、ビットゲットもやっぱね、こうね、あれなんですよ。やっぱ巡回してチェックしてるんですよ。ね。日本の、例えば、チーム戦で、どこのチームが人を多く集めたんだみたいな形で。だからこうチェックしているらしくて、で、そこでね、ビットゲットさんの方にも言われました。うん。バイビットの、チームの、見ましたと。人数の方も見ましたし、一時ほら、2位までランク、つけてたでしょ ?2 位までランクつけていて、ぶっちゃけた話で、YouTube を作ったばっかりって知ってたんで、いや、ビットマン TV さんって、すご、普通にですよ。別に自慢とかじゃないですかね。すごくないですか普通に純粋に言われたんですよ。まだ半年ぐらいですよねみたいな感じ。作って。で、そんだけの人数集めて、で、今ランク2、3位ぐらいを、こうなってると、これすごくないですかってちょっと言われてね、ぜひ本当に、そうなんですよ。ぜひ、言われたんです。で、その後に、ここ、まあ、ここだけの裏話言っていいです。ちょっとごめんなさい。裏話言いますよ。うん。別にこれ隠すことでもないのかなと思ったんで言いますけれども、ビットゲットさんの、実はね、COO の方と話をしたんですよ。うん。COO の方と話をさせていただいて、その時に、うん。そう、動画を作ってくれたお礼的な感じでね、ありがとうございました、みたいな感じで、いやいや、本当に出てくるなんて思わなかったんで、いやいや、そうなんですよ。いや、COO ですよ。わかりますよね。マジでと思って、いや、どうしようと思ったんですよ。で、その時に、COO の方から言われたの、言われたのが、それこそ本当に、今度チーム戦をすると。で、ビットゲットが、もうものすごく力を入れてね、本当に、もう、社運をかけてぐらいのレベルで、していくと。今年がやっぱり、初年度ですので。で、その時に、やっぱりビットマン TV さんにぜひ、チームを組んで参戦をしていただきたいんでございます、みたいな感じで、本当にガチめに、頭を下げられてね。はい。別に、大丈夫です。そこに対して、お金払いますから、それはないです。ないです。はい。そこはないです。別にそれがあるから押してるとか、それはないですから、はい。これは大丈夫です。純粋に、本当に頼まれただけ。うん。バイビットさんのあれを見て、ちょっとこうね、マネージャーから話を聞いて、ぜひともね、チームを作ってほしい、人がいると。で、うん。そういった形で、こう、ちょっとお願いをね、したい次第でございますけれども、みたいな感じで。で、その方もね、こう、いろいろな賞金系を考えているということで、まあ、ほら、財務関係でございましょうからね。うん。だからそういった話をね、くれた次第でございますけれども、まあ、そういったところで
話をしましたよ。うん、ですから、まあ私もね、まあそれをあの聞いた時にあのその方からあのもしよければチーム組んで参加してくれませんかって言われたんで、いやそもそも私そのあったらね作ってやろうと思ってたんで、全然そこはいやいいですよと私は言ったんですよ。あの集まるかどうかは分かりませんよと一応それは言いました。うん、だってそれはね、だって皆様がやっぱりほら私と一緒にね戦ってくれるという形で言ってくれないと、それはこうじゃあ一緒にやろうかとはなりませんから、一応それはねお伝えしました。だから一応チームは作りますけれども、まあ私もねまあやりたいんでやあのやりますけれども、集まってくれればいいんですけど、一応それは、考えてますよという感じでねお伝えはした次第で、お伝えをした次第でございますけれども、まあこういった形で、うん、あのちょっとビットゲットさんからもね、ちょっとチームを組んでやってくれないかというふうにお願いがありましたので、私もやろうかなと思っております。なんかね他のサイトを見たら、なんかプレイステーション5とかのなんかプレゼントがあるとかいう話もなんかあったりしたり、うん、なんかどうなんだろうとちょっと思ってね、そこもちょっと気になるところでございますけれども、また詳細が出てきたらねここはお伝えしていこうかなと思いますけど、ね、もうあの言ってあの起きますね、私チーム作りますので、ぜひともぜひともよろしくお願いいたしますあのよろしく、ここはよろしくお願いいたします。私もちょっと面白かったんでまたやろうかなと思っております。はい、次行きましょう。また情報が出てきたら、お伝えをさせてください。はい、チームぜひとも戦友としてお待ちしております、お願いいたします。はい、行きましょう。はい、まず、ニュース、今日の重要ニュースでございます。あ、行きましょう。先ほどのが案内ですね。はい、そして、重要ニュースがお二つ、そして行きましょう。チャート分析がビットコイン、イーサリアム、そして IOST ですね、 IOST、 そしてビットコインキャッシュ、うん、そしてリスクでございます、リスク。そして行きますよ、サンドでございます、サンド。そして、ワン、ハーモニー1でございますね、ワン。そして行きますよ、ニアを見ていきましょう、ニア。そして最後締めくるのはガラでございます。ガラでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速、今日のニュース行きましょう。いろいろね、ヨタ話が長かったでございますけれども、まあ、クリスマスの話であるとか、年末ね、とにかく男性陣は買ってくださいということで、そしてビットゲットさんのね、世界のトレード大会がまた始まるということで、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、ツイッター行きましょう。重要ニュースですね。はい、ビットコインの投げ銭機能をリリースということでございます。で、あちら。今日の朝方出てきたニュース、いきますよ。ライトニングネットワーク利用の投げ銭に、はい。アメリカのツイッターは24日、暗号資産、ビットコインをね、含む投げ銭、機能を iOS アプリに導入したことを発表ということです。アメリカだけですかね、これは。で、いきましょう。先日にも、モバイルデベロッパー、うん、アレッサンドロ・パルジ氏が、プログラム解析を介してビットコイン投げ銭の画面をね、SNS にリークしたが、その機能が正式にリリースと。で、ツイッターが今回リリースしたのは、Tips という投げ銭機能で、はい。チップ、うん、ですよね。仮想通貨ではビットコインの送金に対応、その他キャッシュアップや、ベンモに接続し法定通貨を送ることも可能だということですね。で、ビットコインの投げ銭機能については、うん、ここ通常の BTC アドレスおよびライトニングネットワークのアドレスもプロフィールに接続することが可能で、ライトニングネットワークをね利用するユーザーは、ストライクアプリの口座から利用する必要があり、この場合は送金手数料は無料になると。で、また現時点では Tips はね iOS のみに対応しているが、今後 Android にもね対応する予定があると。で、一方 Web 版への対応については今回の発表では言及はされていないということですね。はい、でいきましょう。投げ銭機能の導入はクリエイターが稼げるようになることを主な目的としており、ユーザーは、モネティゼーションのボタンからアクセスできるが、現時点で日本では未対応のようだなぬごめん、まあアメリカだけでしょうね。はい、いきましょう。で、 NFT 関連もということで、まあ日本も来てほしいなとクリエイターの方は皆さん思っていらっしゃるでしょうね。私を筆頭にでございます。よろしくお願い、お前が先頭かよ。そうです。はい、ごめんなさいね。行きましょう、行きましょう。で、ビットコイン投げ銭のほか、ツイッターは NFT に関しても発表を行ったと。で、 NFT についてはユーザーがね NFT を保管するウォレットを自身のツイッター口座に接続し所有権を証明できるという認証機能だと。で、一方導入時期については定かではないということで、まあアメリカのツイッターの方ではこういった形でチップが、うん、渡せる機能、日本はまだないのでね、一刻も早くごめんなさい、一刻も早くしていただかないとという形でね、よろしくお願いいたします。はい、行きましょう、行きましょう。はい、次でございます、こちら。はい、行きます。コインベースね、これ前もあと1日2日前も上げましたけれども、一応ね文面として出てきましたので言っておきましょう。はい、これ昨日出てきたニュースでしたよね。貸付暗号資産の貸付サービスのローンチも断念したと。もう完全断念でしょうかね。行きましょう。はい、コインベースは先週金曜日、ローンチを計画中だった暗号通貨貸付プログラムレンドをね開始しないことを発表と。で、レンドをめぐっては今月初旬に、あ、初頭にごめんなさい、はい、SEC からコインベースはウェルズ通知を受け取っており、レンドをその
のままサービス開始することは SEC から訴訟を受けることになっていたと。で、6月にプロジェクトがね、公表されたレンドだったが、コインベースの説明によると、約6ヶ月間、レンドについて SEC とは積極的に関わってきたと述べており、プロジェクトの公表段階ですでに SEC は、レンドの概要についてある程度把握していたにもかかわらず、公表から3ヶ月をね、開けて唐突に、強い態度を示されたということですね。で、ウェルズ通知を受けてコインベースは当初、訴訟リスクを抱えたままプロジェクトを進めるかリリースを控えるか2つに1つだが、少なくとも10月まではレンドをリリースしないとね語っていたが、10月を待つ前にローンチ断念をね発表することとなったと。で、ローンチ断念にあたりコインベースは、私たちの目標はお客様のために優れた製品をね作成し、世界の経済的自由を高めるという私たちの使命を前進させることですと。で、暗号業界全体の規制の明確化を追求する作業を続けているため、USD、なんですかね、CAPY プログラムを開始しないという難しい決断を下しましたということですね。で、また、プロジェクトの公表後にね、募集した順番待ちのリストの廃止についても合わせて発表をし、今後も革新的で信頼できるプログラムや製品をね、お客様に提供する方法を探すのをやめませんと付け加えたと。で、コインベースへのウェルズ通知に対して、脅迫めいたやり口だと、これありましたよね。SEC を非難する声も少なくなく、NBA のダラスマーヴェリックスでオーナーを務めるマーク・キューバンさんは、コインベースは SEC と戦うべきだとね主張していたが、コインベースは SEC に従う方針でね方向で決断を下したということでございます。まあでもこれはね、まあ他の国の話ですからね、なかなかこう言いづらいところですけども、まあ難しい問題ですよね。やっぱり立てついていいことはないとは思うんですよ、ある意味。そうでしょ、立てついていいことはないんじゃないかなという感じがしますから、ある意味ここを飲む代わりにっていうこともね、ある程度条件としては、裏である可能性もありますからね。いろいろなことが、まあ、うごめいているでしょうから、わかりましたと。このレンドに関しては飲みますという形で、ね、一つ仮を作ったという形でも見ていけるんじゃないかなとは思うんで、ここいい形でね、関係性が良くなればね、いいんじゃないかなという風な感じもいたします。はい、まあ、敵に回していいことはないと思いますのでね、やっぱりね、よろしくお願いいたします。はい、そしたら、本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう、行きましょう。本日の、はい、チャート分析パパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします、お願いいたします、いきます、いっちゃいます、来て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 ます、はい、行きます、はい、行きます。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がいいですか、 44,870 ドル付近を推移しているような形に、ね、なっております。で、日本で言うと493万円、500万円いく前ぐらいでしょうか、それぐらいの値段をねつけているということで、日足レベルでね見ていきたい次第でございますけれども、はい、こういった形でもういい形でね今ねぐんぐん上がってきておりますよ。はい、一旦ねレンジ相場で作っていたレジスタンスライン、ここを今サポートとして機能をしておりまして、実践として明確に今ね、明確に抜けております。ですから日足レベルでとにかくあと50分ぐらいですから、44,000、どうでしょう、400ドル以上、44,400ドル以上で日足を確定してくれればね、いい形で、今日を迎えられるんじゃないかなと思っておりますので、上の46,000ドルを狙っていくようなねフェーズ、この いいですか、下落チャンネルの上端値をね狙っていくようなフェーズに入っていってるでしょうからね、今日もしかしたら46,000ドルぐらいをつけていくような流れになっていくかもなって感じがいたしております。 OK ですか。で、あとはこういった形、まあ、このね上端値、やっぱりこの下落チャンネルの上端値のこの金額いくらぐらい、45,800ドルとかその付近はやっぱり一発抜けは難しいかなと思います、やっぱりどう考えても。で、やっぱね、ここ4時間足レベルでの長期の移動平均線も上に覆いかぶさってますし、やっぱり強気のね雲の下端値もここにかぶってますから、やっぱり46,000ドル付近は固くね左右してくるでしょうから OK ですか。もし今ちょっと落ちてきて44,400ドルぐらいをこうつけてきたような状況であれば、ある意味押し目として買っていただいて上を狙っていく、46,000ドルぐらいを狙っていく形でね見ていくのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、でショート入られた方ね、いたと思うんですけど、ここね、ぐっとここで、ショート入った方はね、おそらく注意喚起として言っておりました。この右上がりの、先ほど見たこのね右上がりのライン、ここでは、いわゆるレジスタンスからの今サポートになりかけているんですけど、このラインを上に明確にブレイクしたらやっぱり損切りがいいでしょうからというふうにお伝えしておりましたので、またねノーポジになっておって逆に、ロングインを仕掛けて46,000ドルを見ておいてもいいんじゃないかなというね今様相になっておりますので、もしね短期並びに FX で、勝負をかけてみたいなと思う方はね、ワンチャンありですよということでよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はですね、こちら行きます、行っちゃいます。ビッツコインがキングなら
イーサリアムクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。はい、行きます。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3127ドル、うん、日本円で言うと34万6千円あたりをねつけているという形になっております。はい、でこちらも日足でまずは見ておきましょう。はい、日足レベルで見るとこういった形でいいですか。これね、いい形でなんとか守り抜いている。うん、これで見ていただいたらわかりますよね。強気雲の上に今ね、存在しているという状況。日足のロウソクが一旦下にバリッとね抜けたんですけど、力が強くてね、オールクリアで戻ってきました。うん、オールクリアで戻ってきたということで、また雲のね、強気雲の上に存在している。ですから、また下は下でね、今の値位置、今からちょっと落ちてくる。3080ドル付近は、ある程度硬くね、左右してくるんじゃないかと。で、3080ドルは、もうまさしくこのね、いいですか？逆三尊をまあ形成していた形になりますよね、こういった形で。まあちょっと荒いんですけど、この逆三尊だったらまだ抜けていない感じでしょうか。うん、まだ抜けていない。もう一本ちょっとライン追加していいです。ここでの逆三尊がね、やっぱり、ね、意識されていく可能性がありますから、こういった形。はい。ですから、このラインね、ちょっと今3本ね、同じ起点で引いているんですけど、ここ同じ起点で引いていますけれども、この3本ね、まあ、1本、2本、これはもうクリアしてきてますから、いいでしょう。で、ここもそう。ね、こういった形。まあ、ある程度逆三尊的な感じでね、作られていて、いますから、今その途中段階。ですけど、ここでの逆三尊を考えると、ある程度、こう、力が強くね、出てきているんじゃないかという感じでございますね。だから、どうでしょうか。ちょっとごめんなさい。今これ消していいです。これ消しますよ。右上がりっていう考えでいくと、この逆三尊がちょっと意識されているような感じがしますから、まあ、とにかくごめんなさい。今ね、下が、日足の強気雲の形で支えられてますから、3080ドル。うん、3080ドルで支えられていますから、そこまで落ちてきたら、ある意味、現物のね、短期並びに FX は、ロングインを仕掛けておいてもいいんじゃないかなっていう感じ。はい、反発狙いで。で、あともう一つは、今ね、今それこそ逆三尊をね、作っているような状況になってますから、だからこのネックライン上にブレイクしてきたら、ちょうど、この下落チャンネルのレジスタンスラインがちょうど上にあるので、その勢いのままグリッとね上がってくる可能性があります。そうすると期待感を寄せていきたいんですけど、やっぱりね、ちょっとごめんなさいね、日足もう一回戻しますけど、上昇下落チャンネルを上にブレイクしていく形になるかなと思うんですけどね、逆三尊をのネックラインを抜けていければね、ですけれども、やっぱりここ、雲がありますし、下落してる、これね、右下がりの長期の移動平均線も待ち構えてますから、ちょっと頭を抑えてくるかなという感じで、様相が良くなるのはここですね。様相が良くなる1個目は、ごめんなさい、ちょっとずれちゃいました。様相が良くなる1個目は、ちょっとごめんなさいね。ちょっとこれ、必要ですからね。様相が良くなる1個目は、ちょっと後でまた修正しますね。はい。この上昇のここ。ここも意識されるかなと思うんですよね。結構ね、いろんなものが乱立しているんですけど、重要ですからね。様相が良くなるのは、いきますよ。はい。このね、逆三尊を形成していって抜けます。で、あとここね、これが下落チャンネルのおそらくレジスタンスラインと被っている状況になっていますので、このラインを抜けていけば強さが出てくるんですけど、ここじゃまだ足らない。上が詰まってますから、この今ね、長く引っ張った上昇のね、このトレンドライン、やっぱりここは効いてますから、ずーっと。はい、これです。このライン上に回帰してきたら、ある程度力強さがね、戻ってくるんじゃないのかなと思いますので、いいですか？ドルベースでいくと3400ドル以上。をつけてくれば、ある程度見ていけるような相場感がね、もう一回来る可能性があるよということで、ここはね、押さえておいてください。よろしくお願いします。はい。まあ、直近ではまずね、短い時間軸での逆三尊形成には期待をしていきたいところで、この高値を結んだラインを抜けていくことも期待していきたいところでございますから、短期並びに FX 勢はちょっと早いかもしれませんけど、逆三尊形成で入っていってもいいんじゃないかなと。で、勢いのまんま、この下落チャンネルのレジスタンスラインをね、ブレイクしていって、このラインの裏立ちぐらいまでは うまく上がってくる可能性がありますよっていうのはね、押さえておきましょう。はい、次行きます。次はね、こちらポチッとな、はい、行きましょう。皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。はい、行きます。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、IOST なんですけれども、ただいまの価格がいいですか？ 0.066 ドル。うん、日本円で言うと 7.2 円ぐらいをね、推移しているような状況になっております。はい、で、出来高もね、グリーンと今ね、増加しておりますので、良きかな良きかなという流れ。はい、で、あとはごめんなさいね、こちらね、どこでしたかね、ちょっとごめんなさいね。この右上がりのラインは何だったかな？逆三尊が成立した後のラインですから、これはもういいでしょうからね。消しておきましょう。という流れで行くならば、まあ結構わかりやすいかなという感じがしますね、これに関してはね。まず、4時間足レベルでのマックディさん右上がりでいい感じで、出来高も増えてきていますので、なんとかね、これね、上、つまりこのオレンジのラインの 0.7 ドルをね、抜けていければ、強さがね、明らかに出てくるでしょう。やっぱり高値を結んだラインと、長期のね、移動平均線2つもブレイクするような形になりますから、いわゆるこれ三つどもえラインなんですよね、ある程度ね。ですから、
短期並びに FX でもし勝負をかけるんであれば、この 0.07 ドルをね、上にブレイクしてきてからロングインを、していくのがベストでございましょう。で、その際に、どこでね、やっぱり押されるのかというふうに言ったら、やっぱりこういった形、なんかね、カップウィズハンドル的なものもガチッとね、作りそうな感じもしますけれどもね、様相が良くなっていくのは、やっぱりここですよね。この、一旦効いていた、上昇の、ここね、上昇のトレンドライン、このラインまでの裏タッチは、見ていけるんじゃないかなと思っておりますので、OK ですか？ですから、0.7 ドルを超えた後に、0.097 ドルぐらいまでのタッチがいけるかもなと。ってなると、史上最高値、じゃなかったです。直近の最高値、こっちですよね。これを超えていくんじゃないかなと思いますので、それ以上にね、まあ、今以上の様相がね、さらに良くなっていく可能性があります。で、このトレンドラインにね、乗ったら、もう史上最高値をね、目指していくような形になると思いますので、そこに対する期待感を持っていきたい次第でございます。OK でございます。で、雲が、邪魔はしてなかったですかね。はい、そうですね。はい。ですから、とにかく 0.07 ドルを抜けていければ、結構な強いね、上昇が待っている可能性がありますので、もし資金に余力がある方はね、そこで勝負をかけておいてもいいでしょうということで、よろしくお願いいたします。はい。IOST が、またね、ガンガンと、ぶち上げフェーズにね、入っていく可能性がありますのでね、ちょっと楽しみな相場が来るかもね、ということでお願いいたします。はい、次行きまーす。はい。次はですね、行きますよ。ビットコインキャッシュ、でございます。はい。ビットコインキャッシュなんですけども、いいですか？ただいまの価格が549ドル付近を、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、一応ね、この通貨に関しては、ね、まあ見ていただいたらわかるように、もう少しでね、この青いラインを突破しかけているんでございますよ。突破しかけています。ていうかもう今突破してますね。はい。548ドルを突破して、今549ドルですので、突破はしているので、ロングチャンスなんでございますけれども、いいですか？ちょっと消しますよ、ここ。雲を。ここ。三尊形成してますもんね。三尊形成をしている中での、やっぱりちょっと水平線っぽいんですけど、ネックライン、ここですよね。このラインを明確に上にブレイクしないと、強い上昇がね、やっぱり始まってこないと思いますので、ですから今ぐらいでロングインしていただいてもいいですけれども、値段、金額的にいくと、600ドル前ぐらい、595ドルぐらいで、一旦ね、頭を押さえてくる可能性があります。OK ですか？で、その後も、三尊のね、ネックラインを抜けても、やっぱり強気雲の上段値がね、やっぱり邪魔になる可能性がありますので、もう一発ここ630ドルでもたつく可能性があります。ですから今ぐらいでもしロングインをしていくんであれば、ちょっと1時間4時間で見ていきましょう。まだギリギリ乗っかってない感じ、4時間ぐらいで乗っかった方がいいのでね。あ、ギリギリ乗っかってますね。ですからチャンスですよ、これ。はい、ですから今から595ドル、 OK です。もう一回言いますよ。595ドルで、その後の、いいですか、ここ630ドルを狙っていくような形で話を進めていくのがいいんじゃないかなと思いますので、今ぐらいからロングインして、もし割れ込んだらね、わかります、4時間足レベルで割れ込んでロウソクをつけていったらズルズルと落ちてくる可能性がありますので、その時はね、損切りをしていくのがベストですから、私の配信がある頃に今の値打ちでステイしているんであれば、これはロングチャンスよということで押さえておいてください。はい。で、三尊のネックに注意、そして強気雲の上端値に注意ということで、よろしくお願いします。はい、次行きます。次はね、5通貨目、リスクを見ていきましょう。はい。リスクなんですけども、ただいまの価格が 3.08 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、もしかしたらこのリスク、もうちょっとしたらバチッとね、上げがある可能性がありますので、そこに対する期待感をね、持っていきたい次第でございます。で、なぜか、いきますよ。はい。今ね、これね、こういった形で4時間足レベルで見ていってるんですけど、結構長いね、時間をかけて、高値を結んだラインね、ずーっと作ってますよね。もう、下落の平行チャンネルが作られているんじゃないかという感じ。こういった形でね、平行チャンネルが作られています。OK でございます。で、ここから、どうでしょう。出来高をちょっと見ておいてほしいんですけど、出来高が急に今、ぐいっと増えていってるの分かります？分かりますよね。いきなり出来高増加してきたんですよ。4時間足で。ですけど、価格にまだ影響がないので、これもう少ししたらバチ上げがね、ある可能性がありますから、ここに対する期待感を持っていた。4時間足レベルで出来高がぐっと入ってきているので、あまり今までないでしょ。ここでのほら、大幅上昇の、をした時と同じぐらいのレベルで入ってきているんじゃないかなと思っておりますので、わかりますよね。ちょっと薄いですけど、見えます。はい。それぐらいですかね。同じぐらいかなというふうに入ってきてますから、ちょっとね、ガリッと大幅上昇が、ここと同じぐらいですよ。大幅上昇が待っている可能性がありますので、いいですか？見てくださいね。これですよ。で、右側いきますよ。こういった形。はい、こういった形で、大幅上昇またグッとしてますから、で、価格に影響がないので、ちょっと直近で動きが出てくるかもね、というのは意識しておいてください。で、これ、いいですか？逆三尊が綺麗に作られてるの分かりますよね。さらに言うと、4時間足レベルでいくと。ですから、逆三尊のね、もうめっちゃ綺麗にこれ作られてますから、ネックラインを上にブレイクしてきたらバチッと上げがある可能性があります。一気に 3.5 ドルぐらいまでのまず上昇が見ていけるでしょう。そして、3.5 ドルをブレイクしてきたら、いいですか？その次は 3.8 ドル。細かくなりますけど、3.8 ドル。そしてそこを抜けていけば、4.7 ドルという結構ね、大幅上昇が待って
っている可能性がありますので、この出来高の紙、あのね、を加味すると、結構ね、入っていってもいい値打ちにね、いるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここに対する期待感をね、持っていきましょう。もうこのネックラインを抜けてから入っていってもいいかもね。入っていって、ある程度ちょっと利確をしていって、その抜けていったら、もう一回ロングで、さらに厚めに仕込んでいくとかね、いう形でもいいかもしれません。はい。下がってきた時のリスクを考えたら、まあ、一旦ちょっと、半利確、もしくは3分の1利確ぐらいしておいてもいいかもね、という感じ。とにかく、出来高の増加がちょっと気になるので、ここは押さえておきましょう。リスクはチャンスになり得ますよ、ということで、お願いいたします。はい、次行きます。次はね、サンド見ていきましょう。サンドでございます。行きます。はい。まずでございますね、はい。日足を見ていきたいんでございますけれども、日足、こういった形。で、雲を、しておきましょう。はい。日足、ただいまの価格が 0.73 ドル付近で、日足のね、やっぱり、いいですか？マックディ線がちょっと右上がりな、まあ、まだ右上がりじゃないですね。ちょっとだらだら下げてきているんですけど、これね、高値を結んだラインを、もうここヒゲバシバシつけていて、なかなか抜けきらなかった高値を結んだラインをね、今これブレイクしてきて、オレンジのライン、私が設定していた、やっぱりレジスタンスからのサポートラインとなるよね、というふうに言っていたら、ちょうどそれが効いているような状況になっておりますよね。で、今そこでもじもじくんを発生している状況になっているんでございますけれども、やっぱりね、ここを抜けていかないと強さが出てきませんし、抜けてきたとしても、雲と雲の上端値と上昇チャンネルを作っていたんです。このサンドに関してはこんな感じで引いてみたらわかりますでしょう。結構強めの上昇チャンネルをぐーっと作っていたので、上昇チャンネルの裏立ちがやっぱりね、抵抗線として効いてくる可能性があります。 OK ですか？だったんならもうこれに関しては、で、あとほら中期の移動平均線もあるでしょう。だったんならここの上に回帰してきてからロングインをしておいた方がいいんじゃないかな、回帰してから入っていく方がいいんじゃないかなと思いますので、 0.8 ドルを明確に抜けたら短期並びに FX 勢はロングチャンスとしてね、押さえておいてもいいんじゃないかなという風な感じがしております。 OK です。だから今抜けてもとにかくこのね、移動平均線もそうですし、日足レベルの雲の上端値もそう、あとは上昇チャンネルの今となったらレジスタンスになり得ますから、レジスタンスラインも邪魔になってますから、ちょっともたつく可能性があるということで、やっぱりこの上に回帰してきたらほぼほぼ全てがね、オールクリア状態になりますから、ぐんとね、抽選ラインぐらいを狙っていくような、またまた1ドルを超えるようなね、動きになっていくんじゃないかなと思っておりますので、そこに対する期待感はね、持っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。まだ上値はね、実は上がってきているけど、ちょっと上値は重いよということで押さえておいてください。とにかく上昇チャンネルに復帰してからのロングインは推奨でございます。はい、次行きます。次はね、ハーモニー1を見ていきましょう。久々1、1を見ていきたいと思います。はい。結構またこれもね、強めな感じで、来ている次第でございますけれども、 OK ですか？まずですね、4時間足レベル、日足でいくと、まあどうでしょうかね。まあなんとかね、あと30分後にこの値打ちでステイしておいてもいい。なんでか。はい。日足レベルの中期の移動平均線上で、ロウソクを確定してくれればね、上をぐっと狙っていくような形が見受けられる可能性があるんですけど、4時間足レベルで行くとね、こういった形なんですよ。やっぱり日足はいいんですけどね、4時間足レベルがあまり芳しくない。はい。で、まず見ていきましょう。現状として。4時間足レベルの、やっぱりこう、MACD 線が右上がりでいいんですけど、OK ですか？ですけれども、ここ。ちょっとごめんなさい。ロウソクが欲しい。あ、あちら。矢印が欲しいですね。あ、ありました、ありました。はい、こういった形ですね。いきますよ。はい。まずですね、雲の、わかります？弱気雲の下にいるので、今まだ実は4時間足レベルだと、弱気相場継続中よという形。で、あとは、やっぱりその状態、形まで行ったんですけど、ちょっと押され気味ですよね。そして、あとは、長期の移動平均線も同じちょうど値打ちで、頭を押さえつけているような状況になってますから、ちょっとこれはね、なかなか、あ、4時間足レベルでも上が億劫になっている状況かな、というふうな感じがしております。OK です。で、1時間足レベル見ていきましょうか。1時間足レベルで行くと、MACD 線が右上がりで、申し分なし。1時間はいいんですよね。移動平均線も上にある状況でも、短期の移動平均線ちょっと割れ込みそうなんで、割れたらもう一回このね、押し目ラインです。この黒い右上がりのラインが、このラインまで上昇してくる可能性がありますので、そうなったらガチめにワンに関してはいいですか、ロングインのチャンスとして捉えておいてもいいかなという感じがしております。で、理由を説明しましょう。はい。まずね、この右上がりのラインっていうのは長い間サポートとして効いていたラインなんですよ。ですから、ここまで落ちて、ほぼほぼこのラインまで落ちてくるっていうことは、やっぱりね、押し目買いの値打ちということでございましょうから、ロングチャンスですから、ロングチャンスの値値はいいです。 0.14 ドルぐらい、 0.14 から 0.13 ドルぐらいの間で、 0.13、 そうですね、 0.13 から 0.14 ドル付近まで落ちてきたら、あ、現物並びに短期であってもロングインのチャンスでありますし、長期保有目的であっても分割エントリーのチャンス、まあ、いわゆる押し目買いのチャンスになるんだなということはね、意識をしておいてください。 OK でございますか。で、あとはごめんなさいね、細かく動いて、高値を結んだラインもやっぱりね、ブレイクしてきているような状況になってきておりますので、 OK ですか。ですから、このラインもね、ある程度サポートとして効いてくるんじゃないか。あとほら、クロスしている状況ですから、力強くガリッと上がってきましたよね。ですけど、またちょっと落ち
締めに、なりかけてます。4時間があまりよろしくないので、ズルズルと落ちてくる可能性がありますから、落ちてきた時ロングインをしていただいて、反発狙いをね、していくのがいいかなという感じ。短期並びに FX 勢はもし割れ込んだら逃がしてね、行くのがいい。まあ、もしくはね、この上昇チャンネルを一旦描いていた。まあ、青いラインでほぼ被っているんですけど、今のね、位置はね。ですから、この中に回帰してきたら損切りをしていくみたいな感じで見ておいてもいいかもねと。ですけど、あまり損失を増やしたくない方はね、ここまで落ちてきてロングインをしていただいて、まあ、高値を結んだラインを下にブレーク、下に抜けていったらね、ズルがある可能性がありますので、やっぱりそこに対しては注意をね、していかないといけないのかな、というふうな感じがしております。まあ、とにかくいいですか？ロングインの場所に関して言うと、そうですね。やっぱりこの雲をね、上に抜けてからがいいので、やっぱり 0.2 ドルぐらいをね、明確につけてきたら、短期系でね、勝負を仕掛けていってもいいんじゃないかな、というふうに思っておりますので、そこはね、よろしくお願いいたします。でもまあ、強いですよね。まあ、落ちてきてからのロングインが理想ですけどね、落ちてきてからロングインして反発狙いで、このね、上端値の 0.、まずは2ドルぐらいですか、そこを狙っていくような感じで見ていきましょう。よろしくお願いいたします。はい。まあ、もうちょっと落ちてきてほしいなという感じ。4時間足の雲で押されてね、それが希望でございます。はい、次行きまーす。はい。次はね、ニアを見ていきましょう。ニアを見ていきたいと思います。いきますよ。はい。ニアなんでございますけれども、ただいまの価格が 9.33 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、日足レベルでこれ見ていただいているんですけど、まあ強いですよね。まあまあ強い。はい。やっぱり、長く効いていたね、このね、上昇のトレンドライン上に今回帰してきて、そこをね、まあ、ある程度サポートしてガチッと今上がってきてますけど、強いんですけど、まだね、安心しちゃいけない。なんでか。下落チャンネルをね、今ね、これね、作成しているような状況になっておりますので、そこをやっぱり抜けていかないとね、本物の力強さが出てこないでしょう。で、4時間で見ていきましょうか。はい。こういった形。ですから、上昇チャンネルを上にブレイクしてきたらもう少しですから、ブレイクしてきたら、ロングインのチャンスとして捉えておいてもいいんじゃないかなと。短期並びに FX 勢もね。ですから、ドルベースでいくと、10ドルぐらいですよ。それこそ本当に。切り板の10ドルをつけてきたらロングインをね仕掛けていただいて上をぐんぐんとね狙っていくことがまあいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここに対する期待感ね持っていきたい次第でございます。 OK でございますか。まあそういった形でしょうかね。これもほら綺麗にね見てくださいよ。これもカップウィズハンドルがもうバチコーンってね、バチコーンって作られてますよ。出来高がぐいっとちょっと入ってきてからね。ですからカップウィズハンドルの本物の威力ってなんかこんな形、めちゃくちゃ上がってますよね。約2倍ぐらいになってますから、これぐらいの上昇がね、まあやっぱりカップウィズハンドルで見受けられるでしょうし、その後やっぱり急速に急騰していったので、やっぱり調整として下落チャンネルを描いているということで、また頭の押さえつけラインになってますから、ここを抜けていくのがチャンスの値打ちになるよということで意識をお願いいたします。まあもう少しですね、10ドルニアですね、ニアですね、10ドルを超えていったらものすごい強いね上昇が待っているんじゃないかなということで期待をしておきましょう。はい。そして今日のチャート分析のラスト見ていきますよ。いきますよ。柄を見ていきましょう。柄こういった形、結構柄は話が端的でございます。今これバイナンスのチャートなんですけど、柄が今ね 0.114 ドル付近を推移しております。これはね、本当にね、ニュースの方でもね、お伝えしてましたもんね、柄に関してはね。ですから、ビットルート、あとはバイナンスで今取り扱いがあります。ですから、気になる方はね、まあ、購入しておいてもいいのかなと思うんですけど、本当に仕込めた方ね、おめでとうという形で、私もね、一応仕込んでました。やっぱり、ニュースに上がってましたので、だから仕込めた方はね、本当によかったよかったという形で、親指上にグッドでございます。はい。そして、今どういう状況かと言いますと、見てください。はい。ぐんと急騰した後に、今、三角持ち合いを作ってます。三角持ち合いを作ってますから、ここをね、上にブレイクしてきたら、結構強めの上昇が、待っているんじゃないかなと思っております。はい。結構ですね、0.1 ドルぐらいの上昇、待っている可能性がありますから、もしかしたら2ドル以上のね、フェーズに入っていく可能性がありますよ。もう一段上での話ができますので、いいですか？ですから、ここね、三角持ちは上にブレイクしてきたら、2ドル以上のフェーズに、入ってくる可能性がありますので、2ドル以上のフェーズにね、そこは期待していきたいところでございます。OK でございますか？ですから、柄に関しては、今ね、ちょうど三角持ちの先端が、9月25、今日24日ですから、明日の朝9時にはね、先端に来るような形になりますので、どういった形で決着をしていくか。もしかしたら今日中、ビットコインの調子が良ければ、柄に関してもね、バチーンってね、ブレイクして、もしかしたら急騰を、ね、起こす可能性がありますので、ここに対する期待感ね、持っていきたい次第でございます。はーい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そして、チャンネル登録者の方がなんといきますよ、なんと9255名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様誠にありがとうございます。皆様のね、高評価であるとか、あとはバットボタンでも構いません。あとはね、やっぱりコメント等が、影響していて YouTube のおすすめに上がっている次第でございましょうか。初めてね、もし、チャンネルね聞かれた方であれば、そういった形で見ていただけるのかなと。もしよろしければ皆様の大事な親指でも人差し指でも中指でも薬指でも小指でも構いませんの、皆様の大事な大事なね、お指のお筋肉を使って赤いチャンネル登録というボタンをポチ
チッと押していただければ嬉しいございますので、ぜひともねよろしくお願いします。あと750名で大台の1万名様に到達しますので、ぜひともぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信以上となります。第2部の配信は、今日の夜のまたで11時頃ですかね、今日はちょっと仕事があるので11時頃にね配信をしていきたいなと思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。では、バイチャッ、バイチャッ。